2月7日火曜日の山陽新聞ニュースです。岡山市の大森正夫市長は7日、子ども医療費の助成対象を拡充する方針を明らかにしました。通院は現行の小学生までを高校生までに、入院は中学生までを高校生までに広げます。14日、開会予定の2月定例市議会に関連議案を提案し、 可決されれば2024年1月から実施します。拡充後の医療費の自己負担割合は、通院は小学生が無料、中高生が1割で、入院は小中生と同様に高校生も無料となります。消費者庁の荒井豊長官が7日、岡山県林島町にある食品スーパーのハローズ本部を訪ね、 食品ロス削減の取り組みについて佐藤俊之社長らと意見交換しました。小売業者と提携した団体が近くの店舗で賞味期限が迫った食品を受け取り、生活困窮者らに届ける仕組み、ハローズモデルなどについて、荒井長官は我々もさらに勉強し、施策の参考にしたいと評価しました。14日のバレンタインデーに、 大切な人へ花を贈る、フラワーバレンタインの実践を呼びかける啓発展示が7日、岡山市役所1階市民ホールで始まりました。パネル15枚を並べ、バレンタインデーに花を贈る習慣は、イギリス発祥とされることや、花を買う際の適当な予算などを紹介したほか、岡山県産のスイートピーやバラなどを使った、フラワーアレンジメントも飾っています。展示は8日までです。 続いて、天気予報です。2月8日、岡山県南部は、晴れ、時々、曇りでしょう。最低気温は2度、最高気温は13度でしょう。岡山県北部は、曇り、ところにより、朝から夕方、雨か雪で、雷を伴うでしょう。最低気温は0度、最高気温は11度でしょう。降水確率は、 岡山県南部、午前10%、午後0%。岡山県北部、午前30%、午後30%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。